割と一人でブツブツ演歌を歌ったりするボスケです。はい、てな感じで今回は脱初心者、綺麗な縫い目っていうか縫い目が乱れる、この一回やったけどね、さらにそれの追加みたいな感じで、あのツイッターでねよくさせてもらってる皆様のコメントとかいただいたコメントとかで、ああそうそうこれもあるこれもあると思ったんですよ。そうそう、そんなんでそれを追加しようかなと今回思います。ねツイッターピッと俺のツイートでこれね、マサさん、マサ高明さんでいいんだよな、マサさんね、あのねすごく研究熱心な方で、ツイッターのすごくあれですよ、いろいろなこうためになることを、皆さんの参考になることとかもいろいろねツイートしてくれてるんでね、フォローするといいと思いますよ。正直半端にひしめ打ちに行くくらいならいっそこっちの方が初めての方には良いかもしれないんですよねっていうのを、あの僕のあれに書いてくれたんですよ、ブログのあれでね。でこれほら見えるね、これをねちょっと図に書いて今日は行ってみようかなと思ったんだけど、ひしめ打ちね、なんで初心者の頃ってこう縫い目がガタガタになっちゃうんだろう、表はいいけどなんで裏がこんなガタガタになっちゃうんだろうっていうのをね、やってみよう、ちょっと解説してみようと思います。ツイッターとかってさ、そもそも文字が140文字でしょ、140文字で全部を説明するのって大変だと思うんだ。まあでも動画とかこの絵を描きながらとかだと、この件に関してはこうズバッと説明できるかなと思ったんで、今日はねそれをやってみます。はい、やるんだけどちょっと待ってね、もうね手は止めちゃいけないんですよ。まあ今日は少し止めるけど、あーこれ写真撮らんと、写真撮ってないやね、前回の動画で言った通り、まあ動画も大切だけれど、一番のプライオリティはナンバーワンプライオリティ、一番上、優先順位一番上は待ってくれてるお客さんなんでね、これを買いたいって楽しみにしてくれてる皆様が順位的には一番上なので、それのついでの動画なので、ついでって言っちゃいけないんだけどね、少なくとも皆さん見ていただいて、少なくとも少し広告料が僕にも入ってきてるので、それなりの責任みたいなものはあろうかと思うんですが、体は一つなので、内袖は触れない状態です、はい、いい、これ今回も結構あるね、これ。なんていうのかな、今までの一連の流れみたいなものが、いろんな工具をね、開発したり世の中に出してきたし、流れを作ってきたみたいなのはあって、その流れみたいなものもね、あとは初心者がそれ真似しちゃダメよとか、意味もわからないでそれやったら余計深みにはまるよみたいなのが結構あんだよ。まあ、その辺も今回はズバッと言っちゃおうかな。そう、オブラードに包まない今年なんで、まあ多少は包むけどね、もうちょいだから待って、動画止めてやれよって話ですが、
2つのことを同時に、なんていうのかな、やっちゃうからっていうか、異なる2つのこの考え方をがごっちゃになっちゃってるから、初心者の時に迷路に迷い込むというか、迷子になっちゃうというか、わけがわからなくなっちゃうんだよね。ちゃんとそこは俺今まで説明したことなかったような気もする。あったとしてもすごい昔のブログかもしれない、10年以上のブログで何か触れたことがあるかもしれないけれど、今回のこのブログじゃなくて動画ので、その今までやってきたこと、考えてきたこと、人に伝えてきたこと、ブログに書いてきたこと、技法みたいなものがなんかちょっとクリアできるんじゃないかなって思ってるんですよ。なのでね、ちょっと手を止めて喋るだけじゃなくて、絵を描きながらって言っても大した絵じゃないですよ、説明しようと思います。もうちょい、あと1個、これ最後。はい、あっ、こんなものにね、つながってるし、今までのいろんな流れがこれでクリアになるんじゃないかなって思ってます。大したものは説明はできないかもしれないけれど、ひしめ打ちね、それに対してヨーロッパ目打ち、フラットオールとか、危ねとか、ヨーロッパオールとか、これもそうだな、だし、それに対してひし切りとか、とかね、この辺を説明しますよ。これが分かりやすいかな。はい、下が白だと分かりやすいかな。これひしめ打ち、これはこの先端、これいいでしょ、これまあいいや、これここを見てくださいね。まあちょっと形整えてるんであれだけど、こうなってますよね、先が。それに対してヨーロッパ目打ちは先が四角いですよね。これね、大きな差なんですよ。で、初心者の人ってこれ買わないよね、あんまり。で、一番安く売ってるのがこれだからなんだけど、みんなこれから始めるじゃない。これはこれでいいんですよ。悪いことはないんですよ。で、これの大きな違いっていうのは、その先端の形が全然違うんですね。で、マジックの方がわかりやすいかな。先端の形がこうなってるものと、先端の形がこうなってるものね。で、どう説明したらいいんだ。トントンと叩いて入れるよね。トントンと叩いて入れます。いろんなものをいっぺんに説明しようとするから、ちょっとあれだな、ちょっと分解しないで楽にいこう、いっぺんにいかないようにしようね。コナンはこうしてこういくわけですよ。で、裏に少し貫通するぐらいとか言いますよね。これ細いや、長く、これ研いだんだっけな、薄くしてないから、これは
ね、ちょっと大きいけど。で、これ。これヨーロッパ銘打ち。あの形違うよね。うん。それはいいんだけど、俺はね、昔から、軽く打てとか言わないんですよ。ズカンと打っちゃえって言うんですよ。よく書いてあるんだよ。人、なんか、軽く打って印をつけるぐらいにして、あと貫通させなさいとか言うんだよね。うん。で、それだけじゃ全然説明としてダメなんだよ。皮があって、ね。皮があって、この下にこう台があって、で、ここにタンタンって打つわけじゃない?で、こういう形の目打ちっていうのは、ちょっと貫通したのってこんな感じで、ちょこっと貫通した感じね。対してこういう刃のやつっていうのは、ズガンと貫通した感じ。ちょこっと貫通した感じ。っていうと、表はね、こんな風に穴が開いたりとか、まあ、ひし目なんで、こんな風に穴が開くわけですよ。ひし形にね。でも、これ、ポンって裏を見ると、裏は、こっちの刃は、同じようにこうなってるわけですよ。と、しかし、こいつはどうなるかっていうと、点だったり、点点点だったり、ちょこっと四角になってたり、点だったり、要は、深く入ると四角くなる。ちっちゃい四角になるね。これがだから、これぐらいまでいってる。そうじゃなくて、ズガンって打ってしまえば、表も裏も同じ大きさになる。そこまで打つ必要ないんだけど、ほら。この三角の部分あるでしょ?ここが浅いか深いかによって裏の穴の大きさってまちまちになるんだよね。裏から打ったか分かりやすいかな、これ。あ、ここじゃねえ。ここじゃない。ここじゃない。ほら。穴の大きさが違うでしょ。ばらつくよね。それに対して、刃先が平らなものっていうのは、貫通だから、貫通してるのは浅かろうが、深かろうが、こことここで、穴が開いてる、なんていうのかな、距離は変わんないでしょ?これほど違わないでしょ?お分かりいただけました?だから、これで、こういう状態にあって、ね、それで、先端がこういう形、刃の形見えますか?ね、これでやっても、こうやって同じなんだよね。刃先がコンってここに下につくぐらいだったら、だからこういうの、これは刃が薄いでしょ?ほら。薄いよね。だからこれを、軽く印をつけるぐらいに、貫通させないぐらいに打っていってよく書いてあったりするんだよ。そういうふうに説明している人多かったりするんだよ。今は知らん。最近人のそういうブログ読んでないからわからんけど、昔はよく言ってた。で、貫通してない。で、これをやるには、この薄い刃のやつで、きっちりと奥まで、きっちりと奥まで、こう、貫通させてあげると、
歯がねこうなってるでしょ。だからここの部分までズバンと入れてあげるとこれがこうなるわけですよ。だから裏の穴が全部同じ大きさになりますよっていう、こういうのね。ところがだよ、ところがこいつがねビューシューンってこういう形になってて、厚みも根元に行くに従ってブーって太くなってるやつがあるの。それでぐんぐん刺したらそりゃ穴でかくなるし、あん使い物にならねえよあんなの。でもそれが売られてるんだよね。これ何に使うんだこのクソみたいな道具みたいな。あ、いかん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 。そういうのが売ってて、またそれを初心者が買っちゃうから、だから売ってる人は分かってねえんだろうなと思いますけど。じゃあこれなんかどうなのって話でしょ。これはだから俺が言ってるやつはもっともっと極端に根元が太くなってるやつだよ。こんなんはここまで深く入れないとダメじゃん。これは用途が違って、もうすごく鋭角になってるから探ってちょんと向こうに貫通させればいいやとか、いうコンセプトです。要は、コマ合わせの時とか、裏側のにこの刃先がちょこっと見えればいいって、穴と穴を貫通させるだけのためのもの。だったりするのね。これなんかは結構薄いから、これはズバッと入れちゃっていいんだけど、だから、これができたんですよ。フラットオールって。これ最初、ヨネちゃんと俺でいろいろ考えて作ったんだけど、今これ結構出てるけどね。こういうの。これはもう、要は、これと一緒ですわ。これを細くしたようなもん。月の実をね。これを。だから、これはもう、深く刺すもなんも貫通してしまえば、もう穴の大きさは一緒ですもん。貫通さえすればいいわけ。サクって言えばいいわけ。だから、コルクとかね、ザクッ、それから手に持って、サクッと、もう貫通さえすればもう全部、裏の穴の大きさは同じになるっていう。だからこれがいいんですよ。で、刃も薄いでしょ。ね。そう、これなんてここにここのこの形に対して45度これがオフセットするようになってんから、ここのこれを向きをこう感じながらこうやって刺していくとぴったり合うようになったりするんだけど、これのでこれの意味も分かったかな。そうなんですよ。だから何そういうコンセプトで、ここら辺のものは作ってるんです。作ったんです。だから、ね、この、どういった、いったか、これはこれでいいんですよ。これ、俺、結構、昔からこれあるやつで、これ、すごく気に入ってるんだけど、これ、折れるんよね。使ってると、歯薄いから。これをまず覚えなさいっていう、これの意味を考えなさいっていうんで、これを仕立てるところから入る教室もあるみたいだからね。うん。どうでしょう。だから縫い目を安定させるためにこういったものを考えてたわけです。で、なんでヨーロッパ目打ちがを使う好んで使う人が多いのかなっていうのは、そういうところが理由になってるかもしれないね。で、これ刃を薄くしないとさ、こう削って、なかなか、この三角がめり込むまで打ったら、なかなかでかい穴が開くのよ。こんな風にさ。で、ここに糸がさ、こう入っていくわけじゃない？こういう風に、こういう風に。そうすると、ここの穴が目立っちゃって、かっこ悪いって言うんで、軽く打つ。で、軽く打つと今度は裏が、ね、貫通したりしなかったり、なんだりかんだりっていうんで、じゃあ、通そうみたいな。うん。
これを大きくしたくないがために。でも、ヨーロッパ銘打ちっていうのは、割とこれが歯が薄いので、これでっかい穴にはならないから、上級者になるとこっちが欲しいっていう人が多いんじゃないかな。うん、で、今度は、まあ、手に持ってスパスパこう、縫いながら刺していけばいいですよ。そうじゃなくて、コルクとかで、ね。コルクの板っていうのは、で、ズバッとこう、ね、皮を置いて、絵があってズバンってこう刺しちゃえばいいんだけど、こうするとね、コルクもぐーっとこの皮に針を刺して、ここのぐーって貫通する瞬間、ぐぐーっていってぶって貫通する瞬間にやっぱたわむんだよね。こういうふうにたわんでからプツッといくから、裏返してみると、この貫通したとこがポコポコ出っ張るんだよね。ポコ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 出っ張るの。それを出っ張らせないようにって言って開発したのが、で、世に出てきたのがこれですよ。サンタ屋さんの謎板。これは歯にも優しいんだけど、で、滑りにくくって、で、ツトンって刺したときに、ツトンって刺したときに、ほんのわずか刺さるんだよね。で、深くまでは刺さらないの。で、材質が硬いのよ。だから、この、ここにポコって、貫通する前に押されてへこむから、こっちがボコボコするって言ったでしょ、裏が。こういうのを使うと。それがボコボコしないんだよ。裏がパシッと揃うっていうのが、これなのよ。ね。だから、一連の流れっていうか、こういうのがあって、こういうのがあって、いろんな、ああ、ね、ヨーロッパ目打ちだ、ひし切りだ、ね、フラットオールっていうものが何でできたのかとか、うん、そうね、マサさんっていうのは、ね、最初に紹介した、もう本当子さんですよね。もう何年の付き合いになるんだろうぐらいだけど、もうずっとその辺の昔からの流れを見てくれてるからね。で、あ、どこ行った、フラットの、あれ、あれ、ない。ここに置いてあったはずなんだけどな。そう、ステッチメーカー、ね、穴が開いてるんですよ、定規に。で、そこにポンと置いて、サク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 って刺していくための定規があったんだけど、一本ずつ穴を開けるためのね。だからもう初心者は、こっちの方がいい。まずこれを覚えた方が早いよって、そういうことなんだよ。その方が穴の大きさは表から裏までバツって通るから、同じ大きさになるから安定するんだよね。自分で開けた穴のまんまだから、この強弱じゃないから。そう、そういったところであの投稿があったんですよ。はい、そう、ずっと一緒にね、こうこの流れを追っかけてきてくれたっていうか、共に悩ん、あの歩んできた人たちなんで、そこら辺はね、あ、もう説明不要でわかるかなと思ったんだけども、最近始められた方とかは、そこら辺が流れがわかんねえんじゃねえかなということで、ちょっと今回は紹介してみようと思いました。長えな、質問だね。あれが、説明がね。でも、うん、これでわかってもらえたんじゃねえかな、ちょっとわかんねえけど。ってな感じで、これから写真撮影して、箱に入れて、出品準備します。てな感じでステッカーも準備してね、今回の動画は終わろうと思います。じゃあね、バイバーイ。なんかあれ欲しい、雑談欲しい、まあ、今回はいいか、長々喋ったからね。またお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。